セガ。カラフルパレット。プロジェクト世界カラフルステージ。フィーチャリング初音ミク。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。今回もプロジェクト世界の実況をしていくわよ。よろしくなんだぜ。ということで、ゆっくりしていってね。多分この動画が、今年最後のプロセカ実況の動画になると思うわ。2022年もいろんなことがあったな。長かった気もするし、あっという間だった気もするわね。あと、最近結構寒いわね。これからどんどん寒くなってるから、心構えが必要だな。でも私は結構寒くても平気なんだぜ。例えばマイナス 12.7 度でも平気？マイナス 12.7 度？細かいんだぜ。でも霊夢も、森に住んでるんだから、寒いのには強いんじゃないのか？そういう細かいことは置いといてね。うぷ主が困るから。いろいろ受け取っておきましょうね。前回は初めてハードモードに挑戦したよな。今回はどんなことをするんだ？まずはウォーミングアップで、ノーマルモードで楽曲を遊んでみましょう。私がプレイするわよ。そして前回、このようなコメントが来ていたから、今回実践してみましょう。涙が夜に溶けて、空が今日も遠くなる。未来が閉じたように暗闇が満ちている。ああ、醜い心もかすれそうな言葉も、全て見透かしたように星が輝いていた。特別になれたのに、そう生きるためには憧れしか映らない。誰かの感覚が共に場所は探せない。ああ、僕らの現状は息なし暗化して、気を抜けば明日昨日になってしまおう。最後に油断せずにね。その言葉そっくりそのまま返してあげる。やっぱり気持ちがいいわね。ストレス発散にもなるからいいな。さあ、ではいよいよ本題よ。前回初めてプレイしたテルニュアーワールドという曲は、
楽曲レベルは16だったわ。ということで今回は、楽曲レベル16の曲を2曲挑んでみるわ。1曲目は霊夢が、2曲目は私がプレイするんだぜ。霊夢も私もめちゃくちゃガチの初心者だから、応援のほどよろしくなんだぜ。またライフがなくなっちゃったわね。どうするんだ？もちろんリトライするわよ。必殺。三度目の正直。なんとかクリアできたわね。ゴリ押し感はあったけどな。みんなとならできるって信じてた。
今のままだと悔しいから、さっきの歌をもう一度やってみるわ。おお、わかったぜ。さっきよりもうまくいくといいな。だいぶさっきより上手だったな。ちょっとびっくりしたぜ。まあね、次はマリサの番ね。頑張って。次ももっと頑張らないと。これも結構難しそうな曲だな。クリアできるように頑張るんだぜ。こうじゃなくて、
またライフがなくなったんだぜ。リトライするんだぜ。三度目の正直なんだぜ。私たちの思いをどこまでも、届けましょう、みんなに。最後はなんとかゴリ押したんだぜ。でも上手にゴリ押せてたわね。練習した甲斐があったわね。私も今のままだとちょっと悔しいから、最後にもう一度プレイしたいんだぜ。わかったわ。じゃあ、この動画の締めくくりにふさわしいプレイをお願いね。任せとけなんだぜ。ちょっと緊張しちゃったんだぜ。今のは見なかったことにしてくれなんだぜ。おやおや？この曲で出し部分が難しいんだぜ。言い訳ね。本当なんだぜ。もう何回リトライしたら気が済むの？ごめんなんだぜ。これで絶対最後にするんだぜ。できる。
ことだよ。私たち一人じゃない。リズムのおかしいところはあったが、多分今回一番うまくいったと思うわ。よくわからないけど、私もそんな気がするわ。すっごく素敵だった。ということで、今回はほとんど2曲しか遊ばないし、霊夢はリトライばっかりするし、何の面白みもない動画になってしまったけど、最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいなと感じてくれたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。